て手書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている、今を生きている。背景ありがとう、純をあなたに伝え、厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め、今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は、自分の声を信じ歩けばいい。ありがとうございます。